アジア大会男子サッカー韓国代表が延長の激闘の末、ウズベキスタンを破りベスト4進出を決めた。キム・ハクボム監督率いる韓国は27日、インドネシア・ブカシのパトリオット・ステリウムで行われたウズベキスタンとの、アジア大会2018ジャカルタ男子サッカーひとし踊り次決勝で、ファンウィジョのハットトリックとファンヒチャンの決勝ゴールで、 4-3で勝利した。この日の勝利で韓国はウズベキスタンとのアジア大会成績は2勝1敗となった。一方、韓国は29日、準決勝でベトナムと対戦する。